ストリートスナップ街で写真を撮ることって、まあ、写真を撮ること自体は目的にはなるんですけれども、なんか目的地はないんですよね。なんかどこかに向かって、歩いていくとかそういった目的地がないので、なんだろう、目的があって目的地に向かって歩いていると、なんか気づかないような瞬間とか気づきが街にはすごく溢れてるんですよ。でその気づきとか、まあ、なんか過ぎ去っていくであろう瞬間に、ちょっとストップをかけて記録していくとか、まあ、ただなんとなくなんか光が当たって綺麗だとか、なんか道端に咲いてる花が綺麗とか、なんかそういうのってなんかやっぱ言葉にして出しちゃうとすごく陳腐に聞こえるし、なんか恥ずかしいって思っちゃうことなんだけれども、でもすごい世界を肯定することじゃないですか。でそれが、まあ、写真だと一目で伝えられるというか、しかもそれを世界中の人と共有できるっていうのが僕にとってのストリートスナップの魅力かなというふうに思いますね。今回 XF33mmF1.4 のレンズを使ってみて、まず第一印象がやっぱりオートフォーカス、劇的に素晴らしいと思います。もう劇的だと思います。やっぱり動作音がすごく静かになっているし、やっぱりピタッて止まる。今回撮影した中でなんかオートフォーカスに困るってことは本当に一度もなくて、あと撮れた写真を見て一番最初に思ったのがやっぱり解像度で、これは特に F1.4 開放地での解像度がすごく上がっていて、ストリートスナップを撮るときは F 値、まあ、2.8 とか4とか 5.6 ら辺を使うことが多かったんですけれども、これ開放 F1.4 かなり使うことになると思います。雨の日の撮影っていうのがすごく多くて、やっぱり撮影に夢中になって結構レンズってびしょびしょになってたりしてて、その点に関してはすごくまあ安心感もありますよね。法人法的ということで、まあ、心強いと思います。この XF35mmF1.4 と 33mmF1.4 のキャラクターの違いってすごく明確にあると思っていて、特に F1.4 開放で撮った時の描写の違いで、やっぱり XF35mm の F1.4 の方は、相対的に描写が柔らかく感じると思うんで、それを、まあ、味と捉えるかどうかだと思うんですよね。だから例えるなら、その35mmF1.4 の方はなんかやんちゃで人気者っていう感じで、33mm の方はなんか隙がない、隙がなくてすごい優等生っていう感じはしますね。